神秘延長と対処された朝鮮戦争期の中華人民共和国のプロパガンダポスター。中国人民志願軍は朝鮮戦争に参戦した中華人民共和国の舞台の名称。初代司令員は法徳会が担当した。人民義勇軍、神秘延長義勇軍とも言う。1950年6月25日に始まった朝鮮戦争は当初、 朝鮮人民軍が優勢であったが、アメリカ軍を主体とした、国連軍の二川上陸作戦により形成は逆転し、国連軍は平壌を占領、一部部隊は王力港の線に達した。1949年に成立したばかりの中華、人民共和国は当初介入に否定的だったが、国連軍の接近のために参戦を決意する。しかし、 中祖友好同盟総合援助条約を結んでいたソ連と中国は米国との全面戦争によって朝鮮半島を越えてソ連や中国の領土まで戦線拡大で巻き込まれることを回避するため参戦部隊は事実上の国軍である中国人民解放軍ではなく表向きは義勇兵であるとして人民志願軍と命名した年7月7日 周恩来が招集した国防軍事会議において東北変貌軍の創設が決定され人民解放軍の正規部隊である第13兵団及び第42軍等を抽出し編成した。同年10月8日、毛沢東中央軍事委員会主席による中国人民志願軍の設立に関する命令が発布され変貌軍は中国人民志願軍に改編され、 高徳会が司令委員憲政治委員に任命された。当初前線に投入された部隊だけでも20万人、広報待機部隊を含めると100万人に達した。旧館島の朝鮮人部隊も多数含まれていた。王緑港を渡る中国人民志願軍。1950年10月19日に中国人民志願軍は参戦し、 山岳部を密かに南下することによって、米韓軍がいる谷も迂回し、10月25日に山城から米韓軍を攻撃、朝鮮北部の戦線に突如出現した。同日、第13兵団と報徳会の指揮所が合併し、中朝連合司令部が設置され、朝鮮人民軍は僕はじめの指揮下に置かれた。 周囲の丘陵地帯を完全に包囲され奇襲された、米韓軍は甚大な被害を受け、驚いて総退却を開始、中国人民志願軍は、平壌を奪回したばかりでなく、韓国の首都ソウルも占領した。三角級の戦いで銃撃する、中国人民志願軍の兵士。中国人民志願軍は、朝鮮半島北部特有の産地を射兵として利用しながら、 兵士を殺到させる人海戦術を行い、退去して迫る中国人民志願軍に対して、国連軍は本来対空自走砲である M16 対空自走砲を不評に対して使用するほどであった。さらに、前線ではチャルメラやドラを打ち鳴らしてアメリカ兵や韓国兵を威嚇し、米軍の捕虜には中国語でアラアライノーと呼ばれる思想改造を行って、米国社会に 異様な恐怖を与えた。また、ソ連から供与された最新の戦闘機であるミグマイナス -15 を投入し、それまで Z 機を保有しない北朝鮮軍を圧倒していた国連軍の制空権を脅かし始めた。中国人民志願軍が米韓軍と戦闘を交えた地域は大部分が北朝鮮国内であり、韓国国内では4ヶ月の戦闘だった。 朝鮮戦争で、米官庁参加国の戦争行為また、戦争犯罪の証言があるが、中国人民志願軍の朝鮮戦争での戦争行為は詳細にわかっていない。戦線は、北緯三十八度線を挟んで、こ着状態となり、1 9 5三年七月二十七日に、国連軍総司令官のマーク・ダブル・クラーク大将、中国人民志願軍司令員の報徳会と、 朝鮮人民軍最高司令官の金日成によって、休戦協定が調印された。調印の会場となった、反門店の名は、会場を会場から、現在の反門店の場所に移動させる際に、近くにあった、ノルモン、里と、現地で呼ばれている、居酒屋の、ノルが、板だという意味と知った中国人民志願軍の兵士が、漢字で、反門店と書き表したことから定着したとされる。 北朝鮮住民に貿易活動を行う中国人民志願軍の兵士。休戦時における中国人民志願軍の兵力は約120万人に達していたが、休戦協定は外国軍撤退問題をその後の政治協議に委ねていた。そこで、まず休戦直後から不評6個軍、砲兵、校舎砲兵、鉄道兵二十個師団を秘密裏に撤退させ、 合わせて1954年4月に始まるジュネーブ会談においてアメリカと撤退問題を協議した。しかし、ジュネーブで合意に至らぬまま、同年9月6日に中国は人民志願軍の撤退を発表した。撤退は1954年から1955年の第1期と1958年の第2期に分けて段階的に実行され、 1958年10月26日に駐留していた全軍の撤退を完了させている。捕虜になった約2万1400人の捕虜のうち、約1万4000人が中華民国へ亡命し、残りの7110人は本国へ送還された。金英南のように北朝鮮に泊まった兵士もいた。西側諸国では中国人民志願軍の損害を、死傷や病死、 投資なども含め、約100万人とする見方もあるが、中華人民共和国側の発表によれば、志願軍の損害は戦死者は約17万人であった。この中には、毛沢東の長男、毛岸英も含まれる。小別では、四川省出身の戦死者が3万人で最高となっている。中国人民志願軍が最初に戦闘を行った10月25日は、 神戸延長義勇軍記念日とされており、現在、中華人民共和国では、北朝鮮内の人民志願軍激戦地を訪問するツアーが盛んである。韓国の、朴ク,クネ大統領の提案で、韓国に残った中国人民志願軍兵士の遺骨返還が2014年から始まり、2018年3月時点で589柱の遺骨が返還されている。 中国人民志願軍の参戦によって辛くも38度戦以北を確保した北朝鮮では、1951年11月には、早くも最終勝利のためにと題して、朝鮮人民軍と中国人民志願軍の兵士があしらわれた銃、ウォン切手が発行され、1958年にも中国人民志願軍の帰国を記念した銃、ウォン切手を発行した。 平壌市内にある祖国、解放戦争勝利記念館には中国、人民志願軍に関する展示はなかったとされるが、劉雲山中国共産党、中央政治局常務委員の包丁の際に、展示ホールの存在が報じられている。中国でも遼寧省担当市の交尾延長記念館、北京市の中国人民革命軍事博物館の交尾延長戦争館が存在する。北朝鮮には、 複数の中国人民志願軍列資料があり、会場や安州などのものは改築もされている。特に平安南道比の基礎軍の中国人民、志願軍列資料園は朝鮮戦争で戦死したモーガン英氏の墓も同所にあることから、特に中朝間の血縁の絆の象徴となっている。2012年10月の中国、 人民志願軍朝鮮戦争参戦62周年の際に竣工された。北朝鮮の最高指導者もたびたび訪れ、金正日やその後継者の金正軍も参拝している。2020年と2010年には、金正日総書記をはじめ党幹部出席のもと、人民も参加する群衆大会が平壌で開催されており、この時、中国からは、 中国高級軍事代表団が派遣された。50周年時は地高殿が60周年時は各白王が代表団を率いていた。戦争博物館で展示される中国人民志願軍の防寒服と笛、ドラ。戦争博物館で展示される中国人民志願軍の消火器。すべてソ連式の銃器である。参戦時の戦闘序列。ありがとうございます。